ここ大阪で衆議院議員をやっております。衆議院議員の中で一番嫌われてる人なんです。はい、嘘じゃないです、本当です。その令和新選組の衆議院議員、大石晃子でございます。皆さんにご挨拶させていただきます。皆さんこんにちは、令和新選組の大石晃子です。衆議院議員で一番嫌われております。私は国会議員になって、2年半になるんですけど、国会に行って学んだことは、今皆さんにとって国会というのはもうこれは単なるお荷物、有害な存在になったということです。だからこれを変えるしかないんです。先ほども代表の山本太郎が言いました、裏金問題、自民党の国会議員の4分の1が裏金議員なんですね。裏金議員っていうのはなんか響きは可愛いんですけど、これは刑事罰付きの犯罪ですから、裏金は。だからこれっていわば自民党でも犯罪者集団なわけじゃないですか。でももうその人たちがもう大手を振って国会でやっています。で、国民の奥からしたらこう思いませんかね、もう自民党はさっさと解散しろと思われませんか。ありがとうございます、手を挙げてくださって。だからそのまま言ったんですよ、この間国会で質疑の中で、自民党はさっさと党を解散してくださいって。まあ普通のことですよね、普通のことだったんですけど、この大石の発言はもう問題やと、自民党が問題視して、いや問題行動を起こしてるのは自民党だろうとしか言いようがないんですけど、まあ大石晃子のその裏金自民はさっさと回答してくださいという言葉が問題視されて、ある委員会で質問の機会まで奪われました。国会は弱肉強食ですので、もうあの議員は気に入らんってなったら、ルールはもういろいろやりたい放題なんです。機会は与えない、少数だったらそれを利用して発言の機会を奪ってくる、まあ、これが国会です。これを変えていかなければいけません。そしてですね、この大阪で維新っているじゃないですか、もう自民は裏金やからもう維新しかないなって思ってたら、もうこれ大間違いですので、維新も同じですから。私はもともと大阪府庁で公務員してました、まあ、維新府政の下で公務員をしていて、維新は嘘ですよってずっと言ってたんですけど、でもようやくこれが馬脚、明るみになりましたね。一つには万博です。むちゃくちゃ金使って、もう万博はいらないだろう。でメタンガス爆発事故まで起きて、これも隠蔽してますから。そしてこの裏金問題でも、あろうことか自民党と維新が合意を作ってですね、裏金泥棒による泥棒を防ぐ実効性のない法律を後押しアシストしたのが維新ですので、だからこれを変えていかなければいけない。これやれるのは令和新選組だけだと思っています。改めまして、令和新選組の国会議員やっております大石晃子です。皆さんどうぞよろしくお願いします。ありがとうございます。大阪5区っていうところですね、淀川と西淀とどこでしたっけ。淀川、西淀川区、東淀川区、この花区、万博が開催されるこの花区ですね。ここが地元なんですね。そこは地元で選挙区として、戦っているところで、関西の皆さんに国会に送り込んでいただいたっていうのが大石晃子なんです。もともと大阪府庁で橋本徹知事になった時に、この方も府庁で働かれてて、そうでしたね。で、噛みついたんですよね、はい、どんだけサービス残業やってると思ってるんですかと橋本徹に最初の朝礼で噛みついたのが、私大石晃子です。でその後府庁の職員として働いてきたんだけれども、どう考えてもおかしな計画、例えばだけれど何だったっけ、しょうもない2回なしになった計画、都構想ですね、都構想、はい、詐欺的な手法ですね、詐欺なんですよあれは、はいはい、あれを、府庁で働いてるときにそれを進めようとしてる動きを見て、やっぱり許せなくなったと、はい、でこれは府庁という立場を離れて政治で打って出ようという一歩を踏み出したってことですよね。そうですね、都構想を止めるために、公務員を辞めて政治活動に踏み切ったと。でここにこんな人がいるじゃないか、山本太郎さんという、山本太郎さんと組んだら都構想を止めれるんちゃうかなと思いまして、
まあ、それで実際にそうなったということですね。いやいや、というよりも、まあ、とにかく変わり者ですよ。公務員という安定した仕事を捨てて世の中変えるために大阪で暴走しているのが許せないってことで政治の世界に飛び込むなんてなかなかないことです、はい、求めているのは安定じゃない、この先の不安をやっぱりこれはやっぱりなくしていくってことが自分だけじゃなく日本も大阪も安定していくことになるんだろうってことを大きな決断をしてくれた人なんですね。ありがとうございます。でもね、私安定がむっちゃ好きなんですよ。安定が好き、はい、はい。私の好きな言葉は安定した雇用なんですね。好きな言葉は何ですかって言われて、はい、安定した雇用ですって答える人もなかなかいないですけど、はい、聞くだけでいい響きですよね。だから座右の銘ですね。私はすごい安定が好きなんですけど、でもその安定をぶち壊す者たちがいて、で私も含め皆さんの安定がむっちゃ壊されてるっていうのが、ま、私はまあ普通になんか怖いんですね、そういう不安定が。だから怖いし嫌だから、もう一旦自分の安定は一旦捨ててでももう飛び込むしかないだろう、まあ、そういう気持ちなんで、私自身は安定はすごく好きだ。まあ、国会議員によってはですね、まあ、大した活動もしなければその任期の間だけちゃんと働いてお金をもらえればマンション買えるとかそういう人も多いわけですよ。だからそういうもう自分の安定した仕事を捨ててまで変えたいと思うような変わり者、そういう人がなかなかいない中でそういう人が入ってくれて今や衆議院で一番嫌われる。どうして嫌われるかって言ったら、余計なことを言うからなんですね。だから不安定やんっていう、だから安定じゃない、だから発言も、制限される、発言権を取り上げるってことも、与党野党関わらずそういうことをやってくる、そういう標的になっているのが令和新選組であるということでございます、まあ、こういう骨のある人がいるってことも知っててください。よろしくお願いいたします。令和新選組の大石晃子でございました。ありがとうございました。ありがとうございます。またちょっと途中でやり取りしている中でこれについてお話ししたいってことが大石さんあったら勝手に登ってきてマイク握ってください、はい、よろしくお願いいたします。